チュアライナー俺避けたらバックスクリーン入ってたから、マジですか、それぐらい、それぐらい、それはちょっとかわいそうじゃないですか。いや僕はね、ほんとパコン、臨時編集長の森本ひちょりです。上原浩二です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、はい、オリンピック経験もある、うん、上原さんがいらっしゃるということで、東京オリンピックについて、はい、ぜひねお話ししていこうと思うんですけども、まずは、うん、上原さんがオリンピックで期待している選手を、はいはい、教えていただきたいなと思うんですけども、はい、まず僕はその山本由伸選手ですね、はい、オリックスの、はい、僕自身の考えですよ、はい、1戦目で彼が投げて、うん、その後5戦目6戦目中継ぎで投げるっていう、おお、両方フル稼働、そうフル稼働してくれるんじゃないかなと、そういうイメージですね。なるほど。上原さんは東京オリンピックでの投手起用、この辺の方法はどのようにお考えですか。普段先発で投げてるピッチャーがオリンピックになった時に何か中継ぎ行くのか抑え行くのかっていうのも多分使うことはあると思うんですけど、はいはい、でも普段やってないことをやるっていうのは結構難しいんで、難しいですよね、うん、だから山本くんは中継ぎやってたじゃないですか、はいはい、だからいけると思ってる。なるほどなるほど、まあ、投手コーチが上原さんも同級生の立山さんですよ、まあだからあいつにかかってんじゃない。それはちょっと立山さんもかわいそうじゃないですか。それぐらいちょっとプレッシャー与えとかないと。上原さんが予想する投手リレーみたいな、今回のメンバーでこう先発やってるけど中継ぎの方にちょっと回ってもらうっていうのは、あの阪神の青柳投手、はい、青柳投手が多分そういう役割になるのかなと。ジョーカー的なね、先発が2回3回であれってなった時のロングとして使える投手として青柳投手を入れてんじゃないかなと思うんですよ、ね、クローザー自体も多分まだ決まってないと思う、うん、栗林投手もいいし、あの西武の平投手ももちろんいいですけど、山崎投手もいりますから。提供魂魂、彼もね、もともとクローザーやってたわけで、はい、だからクローザーの経験があるからどっちでもいけるわけですよね、うんうん、だからこの選手っていうのをもしかしたら決めてないかもしれない。いやー楽しみですね、うん、で次に上原さんが印象に残ってる国際大会の思い出なんかがあったら、僕自身が、はい、上原さんが、僕はもうこれアマチュアの時ですね、インターコンチネンタル大会っていうのがあったんです。なんで、なんですか。噛んだ今、俺噛んでない、絶対噛んでない。なんですか。俺噛むことない。インターコンチネンタル大会っていうのが、そんな大会があるんですか。その当時は、はい、キューバがもう最強だった、10年間負けてなかった、はい、そういう国際大会151連勝してて、おオリンピックとか全部そういうのをやって、ね、時に破ったが止めた。上原さんが先発で、はい、なんでそこは自分で言わないんですか。なんで言わそうとしたんですか。で、まあ、しかも金属バット、うわすごい時代だな。そうですね、うん、ピッチャーライナー俺避けたらバックスクリーン入ってたから、マジですか、それぐらい、それぐらい。でも確かにグラシアルとかデスパイネが金属バットで持ってると思うんですもんね。危ないでしょ。危ないです、うん、いやそんな感じやから、うん、あとあれですよ、情報によると、はい、ホームラン打たれたのが、はい、上原さん曰く学校の先生だった。学校の先生だったって言ってますけど、はいはい、実はですね、我がスタッフが調べたんですよ。どうやらですね、そのワンウェイ選手という、ワンウェイ、はい、ほうほう、中国の代表の選手なんですけども、うん、2004年から北京タイガースで所属してたプロ野球選手なんですよ。なので、あの上原さんが心配してる、いい、うん、一般人に打たれたわけじゃない、じゃない、あ、よかった。ちゃんとしたプロ野球選手、あれどういう情報で回ってきたの、あれ学校の先生やぞとかって言われて。なので安心してください。はい、安心します。一般の方じゃなかったんで。そうですね、まあ、これからねオリンピック始まるんですけど、はい、こう五輪明けにペナントレース戻るじゃないですか。その辺の戦い方とか気持ちって何か変化するんですか。その今日の丸をつけてやる国際大会とか結構あるでしょ。はい、ありますね。だから敵同士が仲いいんですよね。僕らが現役の時にあんまりそこは考えれなかったんですよ。じゃあその仲良くなった選手がバッター当たった時にインコース投げれるかっていう風になってくるんですよ、ピッチャー側から言うと。でもこれだけ仲良くさせてもらって、上原さんと、うん、この状態で戻ったとして、うん、えぐれって言われたらえぐれます。一人だったら大丈夫かな。
人で来るんですか、うん、行く行く。それで投げて打たれたら自分が損するってことをまず考えとかないと。ではですね、今回も現役選手のインタビューを、はい、撮っていただいたということなので、今回は楽天の鈴木大地選手にインタビューを撮らせていただきました。どうぞ。東北楽天ゴールデンイーグルスの鈴木大地です。何笑っとんねんそう、イメージ残ってるのはロッテで入団して初めてプロの球場で、まあ、オープン戦ですけど試合したのがヤフオクドームだったんですけど、うん、福岡の当時まだカブレラとペーニャがバッティング練習してたんですけど、わけわかんないぐらい打球飛ばしたんで、でもそれはあプロ野球やばいなって思ったのはすごい覚えてます、はい、もう半端なかったですね、まあ、それがすごい衝撃を受けました。ペーニャは確かにすごかったな、バッティング難しいな。いやみんなすごいんですけど、いやみんなすごいんですけど、田中さんの前に日本いる時僕本当に2年目ぐらいだったんですけど、衝撃というか、まあ、ピンチの時の顔は怖いなと思ってました。それは衝撃的当時はやっぱ敵だったんで、ちょっと優勝争いもさせてもらって、うん、あの時のピンチの時の形相というか、ああいうので圧倒されたなっていうのはありますね、はい。お、また来た。本当に野球界の大先輩なので、まあ、たくさん聞きたいことはあるんですけど、やっぱり森本さんのやっぱイメージはチームの雰囲気を良くするっていうのがすごく敵チームから見てても素晴らしいなって、その年齢関係なくコミュニケーションを取り方とかすごいなと思ってるんですけど、意識してやってるのか自然と出てるのかなとか、まあ、いろいろそういうのを聞いてみたいなって思います、ね、はい、野球じゃなくフォークのイメージはすごく強くて、メジャー行ってそれがスプリットにとか、まあ、いろいろまあ変化をしたのかもしれないですけど、上原さんは、まあ、この世界入るっていうよりは、僕が本当に、ね、少年とか小さい頃から本当に、まあ、巨人で本当に一戦で活躍されてて、まあ、1年目から20勝してすごいなってその時も思ってたんですけど、この世界入って本当に余計ね、1年目で20勝するっていうのは、うん、とんでもないことだなっていうのは、確かに、ね、重ねて余計思いますし、まあ、そこがすごいイメージとしてはあります、はい。聞きましたよ。メジャーって楽しいですかって聞いてみて。メジャーに行ける力は僕もちろんないんで、行きたいとは思ったことないんですけど、申し訳ないですけど、ただメジャーの試合を見てみたいとか、すごく思ったことあって、世界一も取ってますし、超一線でやられてる方なので、メジャーはどうですかって普通にミーハーな質問してみたいですはい、ということですけど、やっぱほら出てきましたよ、カブレラね。必ず出てくるんですよこの番組では、うん、ホークスの時のカブレラ選手ってこうライオンズに行った時よりも少しこうねパワーとしては落ちてるイメージがあったんですけど、あのライオンズの時のカブレラのバッティング見たら腕とかやばいもんね。すごいです。俺の太ももぐらいあるもん。僕の腰ぐらいあります、ね、練習ってあんま見たらダメ、外国人選手の。ということらしいですよピッチャーを見たらダメ、ピッチャー野手は見ていいけど、ね、ピッチャーは絶対ダメ。で、上原さんが、まあ、こう入団してから、うん、衝撃を受けたバッターって誰かいます？日本人でやばいってジョージ前ね、バックスに打たれた。おい、これなんでこれと思って。あ、やっぱそのセリーグの時にあまり感じないような衝撃が。そうそうそう、うん、あの時はだから ON 対戦ですごい盛り上がってたんで、うん、お客さんとかもすごかったし、うんうんうん、やってて楽しかったなっていうのありますよね、うん。まあ、あとは田中将大投手のこうマウンドの雰囲気が、でもいいピッチャーってピンチになったらギアを入れるんです、うんうん、だから多分それだと思う。上原さんから見て田中将大投手ってあの日本にまた帰ってきましたけど、どうやって見てますか？やっぱりアメリカ行ってからこう動かすようになったよね、うん、ボールを、うん、僕はやっぱりアメリカ行く前の田中将大って言ったらやっぱりまっすぐのイメージがあったんで、うん、もっとまっすぐ投げてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。元のそのものを出そうとはしないものなんですか？だから自分の中でもしかしたらそのまっすぐがちょっと落ちて球速が落ちてるからっていう気持ちもあるんじゃないか、うんうん。上原さんもどっちかしたらまっすぐフォークストーンで抑えてたピッチャーじゃないですか、うん、はい、でメジャー行って結構こうスプリット系になって、みんなそのスプリットと、俺スプリットとフォークも一緒で言ってるから、はいはい、なんかみんないろいろ言うけどもう一緒でええやんと思ってるわけよ。落ち方やっぱ違うんですかまあ握りが浅い深いだけだと思うんだけど、うんうんうん、スプリットっていうのはちょっと速いフォークみたいな、でフォークっていうのは落差が大きい、うん、ツーシームとシュートじゃあ何が違うのと思うわけよ俺の中で。そうですね、一緒でええやんと、うんうん、球種が多すぎるんだよ今、4つ5つぐらいにして。ありますよねそれは、うん、で鈴木選手から質問が来ましたけど、ああ、ね、まあ、はい、まず僕はコミュニケーション、僕だいたいいつもこう技術のこと全く質問来ないんですよいやでも大事なことだよ、大事ですよ、うん、大事ですけど、もうちょっとなんかね、こう技術、うん、ヘッドのとかないんだなと思って、まあでも
コミュニケーションって、うん、僕ヤンキースに留学行った時に、うん、英語喋れないんで、うん、当然コミュニケーション取れない。でみんなももちろんその積極的に喋ってこない、はい、でなんかこっちチラチラ見たりしてなんか変なこと言われてないかなって言ってることはないんですけど、うん、みたいななんかちょっとこう気になるというか。で帰ってきてそうだなと、うん、これ外国人選手全く逆の立場だなと思って僕はその英語喋れないんですけど積極的にコミュニケーション取ってあげようと思ったんですよ。外国選手が来たらね、はいはい、でそれをやるようになってその外国人選手とのコミュニケーションすごく取れるようになったんですよね。すごいいいことだよね。はい、うん、あとは若い選手にできるだけ声をかけてあげてほしいかな。うん、俺も入った時そうだな。その時にやっぱり一番面倒を見てくれたのが桑田さんだったから、うんうん、毎回こう麹ご飯行くぞって誘ってくれてたんで、うんうん、まあ、そういうのがすごい助かったよね。で、まあ、質問ありましたけどメジャーって楽しいって来てましたけど、いや楽しいよ。それは行ってそこを経験すれば分かると思う、うんうん、上原さんなんか僕当時まだ全然ねお話ししたことないですけど溶け込んでるなって感じしましたもんね見てて。いやそれこそあれよ、コミュニケーションで自分で通訳の近くにいないようにして、お通訳と一緒に行ったら他の選手が寄ってきてくれない、また通訳といるよって。あ、そうなんだ。だから自分で外国人選手が入っていったの、ほんなら喋りかけてくれるわけよ、はいはい、で俺が英語が分からんからもう簡単な単語を使ってこう言ってくれるわけよ、うんうん、でそこでこうコミュニケーション取る。だからなんかね当時ヒゲ生やしてましたよね上原さん。あれはちょっと違うんやけど自分をアピールしたの。あ、そうなんですか。あの FA とかもあるからあのアジア人誰だっていうのをまず目指してた。あ、そうなんですか。ほんなら GM とかが、はあ、あのヒゲのアジア人ええやんってまず身につけてくれたら俺の勝ちやんか。で逆にボストン行った時は確かに全員生やしてた。逆に俺は剃ってた。違いますね、俺は生やしてない。いろいろ考えてるんですね。で今あのメジャーでかなりこれはもう注目されてますけど大谷翔平選手がいろいろな意見ありますけど二刀流でチャレンジして、はいはい、こうバッターとしてあのメジャーリーグの大舞台で今ホームランキングですよね、うん、この辺どう見てます。いや僕はね本当バッターでいってほしいんですよ。あ、そうなんですか。正直なところ160キロ投げるのに。いや正直160キロ投げる選手はゴロゴロいるんですよ、はい、メジャーは、はいはい、両方やるってやったらやっぱり疲れ方っていうのが全然違うし、うん、でも本人がもう二刀流ってことずっと。だからあれはエンゼルスだからやってもらえてるって僕は思うんですよ。他のチーム行ったら多分どっちかにっていう風になると思うんですよ、はい、でもまあ上原さんとしてはどうせだったらもう野手で野手でもうそれこそだってホームラン王なんか多分これから日本人誰も取れないと思うよ。今年はチャンスですよね。今年チャンスだと思うんでもうバッターに専念してホームランを僕は取ってほしいんですよ。もう多分誰も取れないと思う本当に、うん、いやでもやっぱこのねメジャーを経験してる上原さんが言うからなんかすごい深みがあるというか、まあ、僕はできてもあと3年だと思う。もし両方やると二刀流でね、うん、あと3年でも多分ちょっとしんどいなと思います。まあ、もしその3年後ぐらいにパリッパリの二刀流でやったら謝ります。あの、はい、この番組で謝らせてください。またその上原さんの顔もちょっと見てみたいんですけどということで皆さん動画を見てくれてありがとうございます。ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。